高松味噌の皆様、こんにちは。自由民主党総裁の安倍晋三でございます。本日は平井卓が頑張るというお気持ちで、たくさんの皆様街頭に足を運んでいただきまして誠にありがとうございました。ただいま平井卓也自由民主党広報本部長から力強い挨拶がございました。平井さんは今自民党の広報本部長、これ結構皆さん偉いんです。今都知事を務めている人も広報本部長だったんです。まさに自民党の広報戦略を練って実行するのが広報本部長ですから、今テレビでやっている自民党のコマーシャルは全部平井さんが作った。まさに我が党がしっかりと票を取ることができるかどうか平井さんの手腕にかかっているんです。そしてもちろん皆さんご承知のように IT 情報通信のまさに自民党を引っての専門家であります。 IT 戦略推進チームのですね、まさにリーダーを務めて、推進本部のリーダーを務めてもらいました。そして大切なサイバー攻撃、今日本はいろんなサイバー攻撃を受けています。そのサイバー攻撃からしっかりと国民を守る、そのサイバー戦略を進め、必要な法律等の整備を行ってきたのが平井卓也さんであります。そして皆さん、昨年この高松市で G7 の情報通信大臣の会合が行われましたね。G7 の会合をこれ行うの大変です。この高松市に持ってきたのはここにいる平井卓也さんですよ。皆さん、あの時ね、アメリカの情報通信大臣が高松素晴らしいと、もう一回来たい、これ本当に言っていました。まさにこの高松から、高松と香川と四国、日本の美しさを発信してくれたとこう思います。さまざまな仕事に取り組んでいます。こうした仕事はまさに平井さんだからできることであります。野党にいて批判ばっかりしているような、そういう政治家にはできないことですよ。皆さん、どうか皆さん、厳しい選挙になりますが、どうか皆さんの代表として平井卓也候補を国会に送っていただきますようによろしくお願い申し上げます。皆さん、この選挙は北朝鮮の脅威に対していかにして国民の命と幸せな暮らしを守り抜くのか、それを問う選挙であります。そして少子高齢化、この大きな壁、これ乗り越えて、いかにして子どもたちの日本の未来を切り裂いていくのか、それを決める選挙であります。おととい私は新潟で街頭演説をしておりました。新潟市で街頭演説をしていたら、聴衆の方が私に、この場所はね、めぐみさんが通っていた学校のある学校区なんですよ、お願いしますよ、そう言われました。おそらくめぐみさんは北朝鮮に会って、あの懐かしいふるさとに帰りたい、本当にそう願っていると思います。横田早紀江さん、しおさん、だいぶお年を召した、一日も早く解決をしなければならない、そう決意を新たにいたしました。トランプ大統領と首脳会談を行った際、私はこの拉致問題についてトランプ大統領に時間をかけて説明をいたしました。そしてトランプ大統領はニューヨークにおける世界が最も注目するアメリカ大統領の国連の一般演説において、アメリカ大統領としては初めて拉致問題、そして横田めぐみさんについて触れてくれました。私は本当に嬉しかった。その後の首脳会談で、今年10月トランプ大統領が訪日をする際には、ぜひめぐみさんのご両親や拉致被害者のご家族に会ってもらいたい、そうお願いをしました。そしたらトランプ大統領は、心臓分かった、会いますよ、そしてアメリカも拉致被害者の救出に協力するよ、こう言ってくれました。北朝鮮は2回も日本の上空を通過するミサイルを発射をし、あの広島の10倍以上の威力のある核実験を行いました。この北朝鮮の脅威に対して、私たちは国際社会と連携して立ち向かっていかなければなりません。習近平主席とも、あるいはロシアのプーチン大統領とも、メルケル首相ともこの問題について話し合って、みんな日本の立場は分かった、協力するよ安倍さん、こう言ってくれました。安保理において、
厳しい制裁を科す決議が満場一致で採択をされました。北朝鮮の政策を変えさせるために私たちは厳しい圧力をかけていかなければならない。安倍さん、そんなに圧力かけてばっかし言ったら大丈夫ですか？戦争になりませんか？先に話し合った方がいいんじゃないという方がおられます。確かに気持ちはわかります。私は紛争なんか望んでいない、決して望んでいません。世界中紛争なんか望んでいる人は誰一人いないんです。でも皆さん、この20年間私たちは北朝鮮と話し合ってきた。しかし話し合いのための話し合いは意味がないということを経験してきたんです。94年の核合意、北朝鮮は核を廃棄すると言った。日本は電力供給のために1000億円無利子で貸しますよ。400億円はもう実行しましたが、もちろん1000も返ってこない。でも私たちは我慢して話し合いを続けた。そして2005年6者協議における合意、ここでも北朝鮮は核ミサイルを放棄する、こう約束をしているんです。国際社会は支援をした。でもその後彼らはすぐに核実験を行った。私たちの善意を踏みにじり、そして話し合いを時間稼ぎに使って核ミサイルを開発をしてきたんです。私たちはもう騙されている余裕はありません。北朝鮮に本来勤勉な国民がいて豊富な資源もあります。北朝鮮が正しい道を歩んでいけば国民を豊かにすることもできる。でも皆さん、北朝鮮が核問題、ミサイル問題、そして拉致問題を解決しなければ北朝鮮に明るい未来はないんですよ。皆さん、今北朝鮮がこうして意図的に緊張を高めている今こそ私たちはブレてはなりません。北朝鮮の脅かしに屈してはならないんです皆さん。そうですよ皆さん、今こそ私たちはしっかりと結束をしてこの問題に取り組んでいかなければなりません。2012年私たちは政権を奪還した。私たちは政権奪還する前、今日のお天気よりももっと厚い雲が日本中を覆っていた。行き過ぎた円高によって日本企業はどんどん海外に出ていった。工場も出ていった。中小企業や下請けは一緒についていけないから工場や店を閉めるしかなかったんです。若い皆さんが一生懸命頑張った、なかなか就職できなかったのが民主党政権時代です。日本の GDP は1997年536兆円過去最高になった。でも残念ながらあとはだんだん下っていった。そして民主党政権時代、とうとう500兆円を割って493兆円になってしまった。民主党政権の人々は、民主党の人々は人口が減るからしょうがないと言った。人口が減っていけば経済は伸びない、低下していってもしょうがないんだと言ったんです。でも私たちは違います。日本人はやればできる、ちゃんとした政策を進めていけば人口が減ったって成長できると挑戦しました。そしてこの493兆円まで減った GDP は直近で543兆円過去最高になった。50兆円も皆さん増えたんですよ。皆さん、やっぱりやればできる、民主党政権の政策が間違っていたからだ。そして皆さんにとって大切な年金、この年金は株式市場で運用しています。昨日は過去21年ぶりに高値になった。私は株持ってないから関係ない人がいるかもしれませんが、年金も運用している。この年金の資産はとうとう46兆円も増えた。ですから今年金の財政は安心できる状況になってきているんです。そしてパートで働く皆さんの時給は過去最高になったし、この4年連続で今世紀に入って最も高い水準の賃上げは続いている。もっともっと私たちはこの政策を進めていきたいとこう思っています。そして観光ですね、800万人だった海外からの観光客は2400万人、3倍になった。今年もっともっと増えますよ。そしてその皆さんは結構お金を使ってます。4兆円も日本にお金を落として、前の政権時代は1兆円だったのが3兆円も増えました。もっと増えますよ。で皆さん、香川県はね、伸び率日本一なんです。すごいでしょ。これ浜田知事も頑張ったけど
平井さんも頑張ったんです。なんと4年間で8倍になったんですよ。皆さん、海外からの観光客、これすごいんですよ。ちゃんとお金を使ってもらえるように免税店作った。香川県は7倍になった。丸亀町商店街にもありますよ。で、外国人結構意外なものを好むんですね。軍手にイボイボがある軍手、この棚、この棚全部くださいと結構買って帰っているんです。お金を使ってもらうことが大切ですね。しっかりとさぬきうどん食べてもらって、オリーブオイルをどんどん買って帰ってもらおうじゃありませんか。こうやってキリスト教に生かしていきたいと思います。そして農業、農業は国のもといです。大切ですね。私の地元長門市、日本海に面したちっちゃな町です。農村地帯、私は初めての選挙、あぜ道を歩いていたら、おじいちゃんが私の手をギュッと握った。新蔵さん、信じちょるけ、農村を守っておくれよ。私はこの工事に押されて国会に出たんです。で、皆さん、今農家の平均年齢は66歳を超えてしまった。守るだけでは守れない。若い皆さんがこの分野で頑張ろうと思ってもらえるような分野に変えていきたい。その政策を攻める農業を進めてきた結果、皆さん3年連続40歳以下若い皆さんの新規就農、3年連続2万人を超えました。これは統計を取り始めて初めてのことなんです。そして 農家の収入を上げていく、肥料や農薬を値段を抑えてなるべく高く売っていく、そして輸出を増やしていく努力を私たちは行ってきました。結果、輸出額は4年連続で過去最高になりました。この香川県からもオリーブ牛、オリーブハマチがどんどん今輸出をされています。この前やってきたニューヨークのミシュランの星がついてるシェフが日本にやってきた、そのオリーブ牛を食べて、これもっと輸出をしてもらえないだろうか、なかなか手に入らないんだ、こういう状況になってきた。その結果、皆さん、農業生産所得は3兆3000億円を超えた。これ11年間で過去最高なんです。私たちは若い皆さんがこの分野に自分の人生をかけるという分野に農業を変えていくために頑張ってまいります。あのあぜ道で私の手を握ったおじいちゃんの手はゴツゴツしていました。農業大変ですよ。朝から晩まで、時には天候と戦わなければいけない。でもこのゴツゴツした手で農業を守り、そして地域を守ってきた、この皆さんの努力が報われる農業に私たちはこれから変えていきたい、こう思っているんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして中小企業、やっぱり中小企業が地方の経済の主役です。私たちが政権を取って頑張っている中小企業、例えば生産設備を新しくして生産性を上げていく、そして従業員の給料を上げたい、頑張っている皆さん、皆さんがこうやって投資をした分、固定資産税を半分にするという仕組みをスタートしました。もう今まで3万件活用していただいています。使い方がちょっと分からないという方はですね、平井事務所に電話していただきたい。親切にしっかりと説明をさせていただきます。これからはこの歳別業にも広げていきます。例えば棚を回収する、あるいは冷蔵庫買い替えるということについても、この制度が生かされています。そしてもう一点、大企業の経営者に求められなくて中小企業、小規模事業者に求められるものは何でしょうか。それは皆さん、個人保証なんです。小さな会社がお金を借りようと思ったら、家や土地や家財みんな担保にしなければお金が借りられない。ですから一回失敗したらもう終わりです。本人も家族も人生を失うかもしれない。でも大企業には求められない。これ皆さんおかしいじゃありませんか。平井さんも私たちもこれを変えました。条件が整えば小さな会社でも小規模事業者も個人保証なしでお金を借りられるような、そういう仕組みを作りました。こうした支援をし、経済が良くなったことで民主党政権時代よりも皆さん3割も
倒産件数は減ったんです。しっかりと私たちはこの政策をさらに進めていきたいと思います。この前ニューヨークのにおいて大企業投資家を集めた私たちの経済政策を説明しました。自分というのも何なんですが、海外ではアベノミクス評判いいんです。結構でも彼らが言うには日本はこれから少子化で大丈夫と言ってます。でそこで私たちは少子高齢化大きな壁に挑戦します。子どもたちとそして子育て世代、ちょうど前をお母さんとお子さんが通ってますね。子育て世代に思いって私たちは投資をしていきます。幼児教育の無償化段階的に進めてきましたが、これ一気に進みます。3歳4歳5歳保育園幼稚園の費用を2020年度までに無償化します。そして所得の低いご家庭0歳から2歳まで無償化してまいります。またどんなに貧しい家庭に育っても専修学校や大学に進学できる、皆さんそういう日本にしていこうではありませんか。私たちは自民党公明党がスタートした返さなくてもいい給付型奨学金を拡充をして、学費だけではなくて生活費も支援をしていく、所得の低いご家庭経済的に厳しいご家庭のお子さんたちは毎日アルバイトで大変です。しっかりと勉強に集中できるそういう環境を作っていきます。そして私たちは子育て世代家族の頑張る世代に投資をしていく、あるいはもちろん介護医療そして年金拡充をしていって高齢者の皆さんにとっても安心できる日本を作ってまいります。社会保障制度を全世代型の社会保障制度に変えて少子化社会を乗り越えて明るい未来を作ってまいります。この選挙戦スタートする前テレビをすると選挙に当選するために党の名前を変える、選挙に当選するためになんか人気のありそうな党に潜り込む、そういう報道ばかりでありました。私たちは2009年政権を失った、厳しかった。でも平井さんも私たちも誰も自民党という名前を変えようとは思わなかった。別に党名が悪くて政権を失ったんじゃないんです。私たち自身に責任があった。ですからミニ集会、小さな会合を開いて皆さんから率直な声を聞いて、なぜ私たちが政権を失ったのか深刻に反省をしスタートした。そしてひたすらに政策を磨いて政策を鍛えたんです。我々が政権を奪還したのは政権交代とかああいうスローガンを叫んだんじゃありません。3本目の政策でデフレから脱却をして経済を成長させて仕事を作っていきますよ、こうお約束をして政権を奪還しました。私たちは185万人の雇用を作り、正規の職に就きたい、正社員になりたいと思う人1人に対して1人分の正規の職があるという状況、正規の有効求人倍率1倍という状況を初めて作り出すことができました。民主党政権時代はどうあったか 0.5 だったんですよ。2人の正社員になりたいという人に対して1人分の仕事しかなかった、こういう状況だった、まあ、だから当面変えたいというふうに思うんでしょうね。もう2回も変えてる人がいます。私たちはこのように雇用を作った。一番嬉しかったのは今年の4月高校や大学を卒業する若い皆さん、就職率は過去最高になった。この前会ったお年寄りが、安倍さん最初の孫は民主党政権時代なかなか就職できなくて悩んでる、辛そうな孫の顔を見るのは本当に私も辛かった、でも次の孫はね行きたいところに行けたんだよ安倍さん、こう言ってくれました。皆さん若い人たちが自分たちの努力で未来をつかみ取ることができる社会、働きたい人が働くことができる社会こそ皆さん希望ある社会ではないでしょうか。皆さん夢がある社会ではないでしょうか。この選挙は誰を信頼できるか、そういう選挙です。厳しい時も自民党で歯を食いしばって頑張ってきた平井さんか、選挙に通るために右往左往する人か、この地域を託せるのは平井卓也さんしかいないじゃありませんか。皆さん、そして皆さん
この選挙は誰が日本の国を守りきるかであります。日本人の命を、そして幸せな暮らしを守り抜くことができるのは、子どもたちの未来を切り開くことができるのは、私たち自由民主党、公明党、そして左拓也であります。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。どうか皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうか最後まで平井拓也よろしくお願い申し上げます。大変厳しい選挙戦です。期日前投票簡単にできます。どうかお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お子さんたちを、恋人やもう元恋人も連れて、皆さん投票箱に足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。自由民主党はこれからも皆さんの意見を丁寧に聞いて、決しておごらず、そして皆さんと共に頑張ってまいります。私も総裁も皆さんの声を聞いて、自由民主党は皆さんを守ります。日本を守ります。そして地域を守ります。どうぞよろしくお願いいたします。